はい、こんにちは。はい、今日から新しく来てくださる、お手伝いに来てくださるちずちゃん入りました。よろしくお願いします。そして流星、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日も開封をしていきます。なんか新鮮ですね、こう新しいメンバーで緊張します。そう、これからそれクッション、あ、これ入っ、これは、いや、なんか入ってるで、あ、入ってる、これターコイズかな、もう包んで後で開けましょうか。今回はウサギのドリームキャッチャー、うん、かわいい。まずちょっと一つずつに、あ、結構思ったよりもまあまあ大きさありますね。これはね、熊のドリームキャッチャーですね。これはね、家族がテーマ、確か家族がテーマだったような、家族がテーマで、家族と離れても、まあ、何が起きてもやるぞという気持ちで進んでいけるという、まあ、自立できるドリームキャッチャーというか、逆にこう、まあ、ご両親とかが持つとこう子離れするみたいな、うん、あの子供がうまく育っていくとかで、子供さんが持つと親から離れて自立していくみたいな力を与えてくれるドリームキャッチャーです。これ周り可愛いですね、うさぎでちょっともふもふした感じですね。うん、行きます。全体的に今回うさぎのドリームキャッチャーは寂しさを癒すドリームキャッチャーと言われております。はい、これはね、矢印、あ、結構でもこれあのアメリカで紹介して画像で見た時より大きく感じますね。これはね、矢印のついたオジキスの矢印がついた、赤の羽のついたドリームキャッチャーになります。でこれはね、どっちかというとネガティブなものを取り除くんですけども、霊的なものを払うのが強い、こうプロテクト用ドリームキャッチャーになります。ちょっとエネルギー的どんな感じですか。もう魔除けですね。魔除け、もうバリバリ魔除けよな。うん。うん、魔除けとでも癒しも入ってる。癒しも入ってる。うん。うん、そんなエネルギーです。はい。はい、次行きます。2個入ってます。これは、タートル、黄色いタートルのドリームキャッチャーになります。ね、黄色いタートルのドリームキャッチャーは、寂しいことを考えすぎることから自分をサポートしてくれる、守ってくれる、うん、例えば自分が今結果に満足してなくても自分自身の道をゆっくり歩んでいくことで最終的には結果を満足いくものにできるっていうエネルギーを持っているドリームキャッチャーです。こう黄色い亀、可愛いですね。うん、ガメラついてますね。ガメラ。はい。どんな感じですか。これも癒し系ですね、うん。やっぱり全体的にちょっと癒しのエネルギーもきますね。優しいわな。うん、優しい感じやな。なんか見てたら優しい感じのエネルギーきますね。こう魔除けと優しい感じで極端に入ってますね。うん、はい。次が、あ、バタフライですね。蝶々ついてます。蝶々と黒い羽、バタフライのドリームキャッチャー。これはね、自分を変えていきたい人、うん、変えていきたい人をサポートしてくれる、まあ、新しい考え方を与えてくれたりする力を持ってます。うん、これどんな感じ。これはね、上にね、さーって抜ける、すごい上に来る、うんうん、抜いていく感じ、ストレスを抜く感じ、ね、抜く感じやね、うんうん、いろんなものを抜いてくれそうですね、うん、はい、かわいい、うん、モフ感が全体的にモフモフしてますね。うん、はい、ドリームキャッチャーの方ですけども、全部で7つあるんですけども、今回4つ来てます。4つ来てるんですけども、全部この真ん中映したらわかるかな、この実みたいな、こういうこの実、うん、これって、ゴーストビーズっていうジュニパーの実がついてて、これ結構いっぱいついてますね。ジュニパーの実がついてて、これは、うん、あのプロテクトをしてくれるゴーストビーズっていうジュニパーの実になります。でこれがね、全てに入っております。あと、じゃあ3つ届くのが楽しみです。はい、次はターコイズいきます。感じの、うん、これはどんな感じですか。これなんやろ。
これはかな。ターコイズシルかな。シルやね。変わった。うん。うん、後でまたちょっと内容を聞いてテロップを出しておきます、うんうん、お守り系みたいな感じね。お守ってくれそうな癒しと守り、今回なんか穏やかな感じの優しい感じのが、あ、これも綺麗な、これスリーピングですね、きっとね。すごい綺麗な色のスリーピングです。はい、次これ、これもスリーピング特集できたのかな、うん、これも全部つけやすそうな感じで、うん、割とこうエネルギー的にも安定してますね。はい、あ、これはちょっと大きいかな。これピアス、あとなんか喉詰まるやつ入ってるからプロテクトのなんか、よいしょ、すごい、よいしょ、ちょっと待ってよ、これ何やろ、なんかに反応してる。あ、シャドーボックス、これからいきます。これ、あ、シャドー、はい、こっちからいきますか。これはね、シェルとターコイズのインレイですね。これも綺麗ですね、うん、インレイの作品です。はい、でこれいこうかな。これはシャドーボックスになってて、はい、あ、これもすごい、これだ、これこれね、うん、強いですね。何やろ、うん、すごい魔除けか、うん、魔除け的な感じがするね、うん、なんか出そう、なんか出そう、シャドーボックスって言って、この形がシャドーボックスっていう形になるんですけども、うん、これは魔除け的な感じがありますね、うん、なんか守ってくれそうですね。して、はい、これだな、はい、はい、こちらは何でしょうね。こちらもまた石の種類をちゃんと聞いて、結構古いものになりますね、うん、うん、これはどんな感じですか。これも魔除け系じゃないの、うん、うん、なんかでも重たい感じやね、うん、重厚感がある感じがしますね。結構ドンってドンって感じ、ね、ドンって感じ、ね、うん、まあこんな感じで、うん、今回は、結構、あ、またピアスあります。あ、このピアスも可愛いですね。このピアスも1点入ってます。で今回はね、ちょっとこう最近こう迫力のある、価格帯のものが多かったので、割とこうお値段こう手に入りやすいタイプの悩みがセレクトしていくつか送ってくださいました。最後に決めて 何言おうかな、はい、あ、マシェの何言おう、カットさん次回もじゃあフルネットする、十分にご勝手、今日はこんな感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、ではまた次回、なんか結構シンプルにいきました。シンプルに、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい。